皆さんこんにちは。さあ今日はですね、また面白い商品買ってきました。ウランジのカメラクーリングファンです。今回はね、実費でこれ買いました。でこれなんですけども、まあカメラの後ろにつけてね、こう熱停止を防ぐためのファンなんですが、もう発表と同時にいろんな人がこれ予約しまして、僕もね、ちょっと予約したんですけども、届くのはちょっと遅かったですね。でパッケージの中にはカメラに固定するためのこのパッドが2つ、取扱説明書と、あと検品書が入ってました。で、説明書なんですが、このようにしっかり日本語で書いてありますので、まあこういった商品初めて買う方でも安心ですね。この、吸盤フィルムですか、これをつけるやり方も全部書いてあるんで安心してください。そして充電のための USB Type A と Type C のケーブル。そしてこちらがファン本体になってます。非常にコンパクトですね。でサイズなんですが、横 72mm、 高さが 58mm、 厚さは約 15mm となっています。重量は 58g でとても軽量ですね。で中のバッテリーは 200mAh で、風量弱で約85分、風量強で約70分とありました。まあ85分と70分なんで、そうですね、これ弱も強もそこまで風量、まあ、すごくあるっていう感じではありません。でここにボタンがありまして、これ押しっぱなしにすると、はい、電源が入ります。バッテリーインジケーターがありまして、0、1、2って書いています。で現在0なんでファンは回ってません。で面白いのがここに温度計がついてるんですよ。多分これ本体の裏のこの部分、ここが温度センサーになっていまして、今ちょっとここに指をかざしますと、はい、どんどん温度が上がっているのがわかると思います。結構このセンサーがね、敏感に反応するんで、結構この温度計使えると思います。で再度ボタンを押しますと、現在1の方に、インジケーターが動きまして、ファンが回り始めました。そうですね、ファンのね、回る音はそんなに音はしないですね。でこう手をかざしてみると、確かに風は感じます。でもう一回押しますと、これが2が強らしいんですけども、これね、ちょっと今僕の耳元でこれファン回してますけど、弱も強も音が全く同じなんですよ。だいたいこういうファンってこう強にするとキーンってこうさらになんか高周波を出すような音がすると思うんですけども、これ僕の個体だけなんですかね、弱も強も音が全く、変わらないです。まあまあちょっとこれは後からもう一度検証しますけども、でこれ固定なんですが、ここに吸盤があります。この吸盤をカメラのモニターの後ろにガチャッとつけることで、こうより排熱を助けるというものになりますね。で実はさっき検証のためについにもうこれシール貼ってしまってるんですけども、うん、ここのね、シール自体はそうですね、特にこう貼ったからってペタペタするとか、なんかね、こうペタつくようなことはありません。でこのシールを貼った上にこのファンをグッと押し付けて固定します。で一回くっつくと、まあ、簡単に振ったくらいでは、うん、しっかりと吸盤が貼り付いてるんで落っこちる心配はありません。で取る際は両手でグッと引っ張ると取れますね。でこの吸盤用のシールを貼らずに一応これのファンを取り付けられなくもないんですけども、その場合は僕の環境では左の吸盤が一切くっつきませんでした。この右の方で一応くっついてはいたんですが、完全に左の方が剥がれてしまったので、まあいつかはポロって落ちてくると思います。なので必ずこの付属のシートを貼ってからグッと押し付けてこれ固定してみてください。それにしてもこのファンを取り付けると、この ZV-E1 がなんか FX30 みたいな見かけになりますね。まあこのカメラね、ファインダーがないでなおさらそういう風に見えると思います。はい、ではですね、実際このファンを使ってみて、どれだけ熱耐性が上がるのかというと検証してみました。ではまずですね、ファンなしの環境で 120fps で、使った場合は約15分28秒で停止しました。温度計はちょっと画面のどっかに表示しておきますね。で続きまして、ファンがない状態で 60fps の場合、この場合は29分11秒で停止しました。まあそうですね、この ZV-E1 は本当にこう熱耐性に弱いと言いますかね。まあまあ、環境にもよるんですけどもね、気温が28度、29度になると結構厳しい感じです。さあ続きまして、このファンあり 120fps で
ファンの速度は弱の状態でやった場合は24分32秒まで持ちました。まあ、最初が15分28秒だったんで、まあまあ伸びましたね。まあ、ファンが弱だから悪いのかなと思って、まあ、本体がしっかり冷えて再度充電が終わった後、同じく 120fps で今度はファン強の状態でやったんですが、なんと20分4秒で停止と、ファン弱が24分でファン強が20分4秒と、なんと、停止するまでの時間が短くなってしまいました。ちょっとこれは普通の状態じゃないですよね。で、最後にファンありで 60fps の場合は、1時間20分で完走しました。バッテリー切れまで、動きましたということで、はい、どうだったでしょうか。このね、ファンなんですが、さっきも言いましたが、この弱と強の音がほとんど一緒だってさっき言いましたよね。で、実際僕もですね、これ何回かね検証したんですが、全く結果は変わりません。ほぼほぼ誤差の範囲内でした。だからちょっとこれに関しては僕の個体差なのかもしれないですけども、ちょっとこのファンのこう制御がうまくいってないのかなと、今も、はい、耳当ててるんですけども、この弱と強の音も風量も全く変わりはありません。もしかしたらちょっと今回はハズレを引いた可能性が、はい、ありますね。これ他の方の検証ではちょっとまだどうなってるかわかんないんですけども、どうなんでしょうか。で、ファンの風量自体もそうですね、まあまあそこそここう近づけると風がそよ風くらいは吹いている感じなんで、この ZV-E1 の熱を完全にね、こう抑え込むってことは、できませんでした。まあ、なんで、例えば家の中とか室内とかで、まあ、ある程度電源とか確保できそうな環境なら、ちょっと前に紹介したこの USB の扇風機、これを直接こんな感じにカメラの後ろあたりに固定して風を当てた方がまず間違いなく、持つと思います。まあ、明らかにこのファンの大きさもね、風量も段違いなんで、こっちであれば、まあ、多分こう室内とかではもう熱停止することなくずっと動き続けられると思います。で、これを使う環境なんですが、まあ、やっぱり外出というか外撮りでしょうね。外で 120fps で動画を撮るときとか、まあ、ジンバル乗っけて撮るときとかはこれをつけてた方がまあ安心だと思います。まあ、120fps であそこで長時間撮るってことはないんですけども、まあ、例えば1分2分の短いカットを連続して撮るような場合であれば、このファンを回しっぱにしてやった方が、まあ、安心なんじゃないかなと思います。実際僕も今年の夏、この、ね、ZV-E1 で少し外撮りやったんですけども、 120fps にすると10分くらいで完全に停止してしまって、熱停止した後は 60p でずっと撮ってたんで、まあ、もしその時にこれがあれば、もう 120p のまま1日、動画は撮れたんじゃないかなと思います。あとこれをつけてる時の弱点といえば、このモニターが閉じれなくなることくらいですかね。まあ、これを別にこうグッと外してしまえば普通に閉じることができるんで、まあまあそこまで、弱点という弱点ではないんですけども、はい、ちょっとですね、この風量に関しては僕の個体の場合ですけども不安なところがありました。あと、そうそう、このファンをつけた状態で内蔵マイクでどれだけ音が入るのかもちょっと試してみました。聞いてみてください。どうぞ。はい、どうだったでしょうか。今回この2番、今日の方でねちょっとやってみたんですけども、まあ、ファンとマイクの位置がこう近いので、どうしてもブーンっていう、この動いてる音ですね、風切り音はそこまで入りませんでしたけども、やっぱこのモーターが回ってる時のこの音っていうのはがっちり入っていましたね。なので、音を気にする方でしたら内蔵マイクじゃなくて外部マイクをつけるとか、まあ、もしくはこれ使わない方がいいかもしれません。映像だけっていう人であれば全然こいつけたままでも問題ないんですけども、音を気にする人はその時だけ外すのがいいかと思います。はい、といった感じでですね、このウランジのファン、紹介していました。なんかちょっと残念な感じでしたね。
まあ、さっきのね、120fps での検証もそうなんですけど、多分こいつはちょっと欠陥品といいますか、初期不良の可能性が高いので、まあ、少しね、これに関してはメーカーの方に聞いてみます。うん。まあ、とはいえですね、この 60p の場合はかなり稼働時間伸ばすことができたんで、まあ、現在ソニーとかのカメラで、ちょっと熱停止が怖いなって思っていらっしゃる方とか、あとはこの実際カメラファン探してる方いましたら、ぜひね、購入検討してみてください。動画下の概要欄の方に、詳しい URL 貼っておきますので、そちらでも見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様も何かも参考になれれば幸いです。で、今後ですね、このウランジの商品いろんなものありましたら、どんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。